はい、どうも、ゆっきーです。今日はですね、打って変わって、先行液。まあ、リステリンですね。こちら、購入してきました。アマゾンで1000円ぐらいで、売ってました。これが 1.5 リッターで1000円ぐらいなんですけど、めちゃくちゃ安い。で、最近、歯がね、まあ、歯周病だったりとか、結構、虫歯だったりとかっていうのが多くて、最近いろいろ歯磨き粉みたいなのいろいろ買ったりね、してたんですよ。まあ、こちらもリステリンのですね、トータルケアプラスです。で、あと、このフィリップスの、ソニックケアってやつが、これが3800円ぐらいだったかな。こちらですね。こちら。はい。電動歯ブラシ。と、またさらにですね、いろいろ買ったんですよ。はい。こちら。有名なのはコンクール F っていう、これは液体、先行液かな、うん。と、こちら。これはコンクールのリペリオっていうやつね。うん。まあ、これは歯磨き粉ですね。で、こちら。コンクールの、ジェルコート F っていうやつ。うん。こちらも、買ってですね、いろいろ試したりしてるんですが、今日こちらをレビューしたいと思います。はい。リステリンの、オリジナルってやつですね。原因菌を殺菌って言って、これ、俺前使ったことあるんですけど、とんでもなく辛いんですね。上級者用って書いてあります。上級者用って書いてある。うん。でもね、1.5 リッターで1000円って結構安いんですよ。うん。原因菌を殺菌し、歯垢の沈着、歯肉炎、口臭を予防。と書いてあります。通常の歯磨きに加えて適量約 20ml を口に含み、30秒ほどすすいでから吐き出してください。水で口をすすぐ必要はありません。と書いてあります。うん。成分がエタノールと、うんたらかんたら、まあ、これいいや。うん。で、これはね、先行液っていうやつなんですよ。で、こちらの紫色のこの、リステリンのトータルケアプラスっていうのは、これ、先行液とは違って、これ液体歯磨きって言うんですね。先行液と、液体歯磨き粉っていうのは違って、ここにね、まあ、ここにちゃんと書いてあるんですよ。液体歯磨きって。うん。こっちには、医薬部外品って書いてありますね。医薬部外品。うん。だから、ぶっちゃけ全然違うらしいんですよ。本来であれば、このトータルケアプラスを最初に口に含んだ後に、で、ぐじぐじやって、ペッて吐き出した後に、ブラッシングすると。だから、歯を磨く前に、こいつを、口で、ゆすいでから、それで歯を磨く。うん、らしいですね。で、こっちは、先行液って言って、歯磨きした後に、やると。うん。の違いです。うん。まあ、ということで。とりあえず、このリステリンのオリジナルから、レビューしたいと思います。こっちが、1.5 リッター。違う。このデカさ。こっち 1.5 リッターで、これ1リッター、ね。で、20cc がですね、どれぐらいかわかんないんですよ。線がね、書かれてない。いや、書かれてはいるんですけど、これ多分違う。それでは、いただきます。いただきます。完璧。うん。
目辛っ。最初は辛くねえと思ったんですよ。でね、ああ、いで。俺よく酒飲むから、ウイスキーとか飲むから、これ慣れたんかなーとか思ったんですよ。後から来ましたね、これね。舌の裏とか舌の奥とか、こうやって喉の奥あたりとかやるんですけど、舌がね、30秒ぐらいすると、ビリビリってきますね。うん。でも、最初は、飲んで、含んで、その10秒ぐらいは特に問題ないですね。うん。まあ、このリステリンのオリジナルは、すごい、上級者向けって書いてあるんですけど、アマゾンとかの評価だと、まあ、これがね、癖になるとか、言うてるんですよ。言うてる人結構多発してるんですね。うん。まあ、なんで、まあ、すごい口の中さっぱりするんですよ。ものすごい。辛いけど、吐いた時に、ものすごい、吐き終わった時に、すげえ、さっぱり。うん。これはね、俺今までこの紫のこの液体歯磨きでね、歯ブラシ、歯磨き終わった後に、これを含んでペッてやってたんですよ。本来これは、歯磨き後に使うやつじゃなくて、前に使うもんなんでね。それちょっと履き違えてた。で、あとこのコンクール F。これも、先行液なので、後に使用するタイプなんです。うん。まあ、ここら辺はちょっとあれですね。液体のその先行液は、これ3種類。ちょっとレビューしたいなと思います。まあ、この電動歯ブラシは本当に、このソニックケアっていうやつ、3800円ぐらいのやつなんですけど、すごいいいです、これ。マジで。うん。毎日2回、下の歯を、2分間、上の歯を2分間、これで計4分間を、1日2回なんで、8分ですね。で、これは、30秒経つと、プッて時間、30秒ごとに、この一瞬これが停止するんですね。そんで最終的にその30で2分経ったら自動的にこれが終わるんですよ。本来であれば上の歯1分、下の歯1分、合計2分が理想的らしいです。というのも、逆に歯磨きをしすぎて、歯にダメージを負っちゃうからと。いうらしいんですけど、僕はちょっと2分じゃちょっと磨ききれないんで、いつも下2分、上2分でやってますね。うん。まあ、でもほんとこれはすごいです。マジでこの、安いね、歯ブラシ、電気歯ブラシよりもね、ものすごいいいです。すげえ振動数が半端ないんですよ。とにかく。ちょっとやりますよ。これね、実際見てわかるんだけどね、動画ではわかんないと思うんですけど、見るとね、残像がね、横からこう、真正面から見ると、残像がブワーってなってるんですよ。これすごいんですよ、本当に。今まで俺、ハピカっていう、1個500円ぐらいの、歯ブラシ、電動歯ブラシ、使ってたんですけど、もうね、これレベルが違う、やっぱり。本当にこれは、おすすめです。ただし、この替え歯ちゃうわ、この、先端の部分がこれ高いんですよ。これ1本1000円ぐらいするんです。確か。ただ、2チャンネルの電動歯ブラシスレだと、これは6ヶ月に一遍交換するべきっていう、
本来は、3ヶ月に一遍って言ってるんですけど、まあ6ヶ月でも全然問題ない。だから1年間で言えば、2本。つまり、2000円しか、ね、まあかからないということで、まあランニングコスト的にはね、いいと。それで2000円で、歯をね、虫歯とかさ、歯周病とかを防げるんだったら全然いいという。そういうことですね。ということで、こちら、リステリンは、これ5つ星。うん、これおすすめです。うん。食事をし終わった後、だいたい1時間後ぐらいですね。食べ物を食べて、1時間経ったら、これを、するみたいな感じにするといいらしいですね。というのも、食べた後っていうのは、なんか唾液とかで、勝手に、その唾液に含まれている、フッ素とかで、歯をね、守ってくれるらしいんです。だから、食べ終わった直後に、歯ブラシ、歯磨きするのはダメらしいです。うん。ので、まあ、1時間ぐらいこう置いて、歯磨くか、もしくは、もうこれを使って、まあやると。うん。まあ俺はいつも朝起きて、歯磨いて、で、これで、洗口液で油水でペッてやって、そっから飯を食べて、で、夜は寝る前に、歯磨いて、洗口液使って、終わりみたいな。だからその、朝と夜の、中間あたりに、俺1日2食しか食わないんで、その中間あたりで使うと、まあいいかもしれないですね。うん。ということで、リステリンのダイレクトマーケティングでした。ご視聴ありがとうございます。バイビー。